ジェンズ・ビィルカン・ホーネマン・イエンス・ビルケン・ホルネマンは、デンマークの植物学者である。コペンハーゲン大学植物園の園長を務め、マーチンバールの没後、デンマーク植物史の改訂を引き継いだ。聖のホーネマンはデンマーク語の発音に近い、カタカナ表記は、ホネアマンである。南デンマーク地域のマースタルの司祭の息子に生まれた。コペンハーゲンで、マルチンバールの講義を受けた後、 植物学者の道に進み、3年間ドイツ、フランス、イギリスを旅した後、1801年からコッペンハーゲン大学植物園で講師職を務め、1803年にバールが没するとバールが取り組んでいたゲオルク・クリスティアン・エーダーのデンマーク植物史の改訂作業を引き継いだ。デンマーク植物史の改訂は1840年まで続けられた。1808年から コッペンハーゲン大学の教授となり、1817年にはコッペンハーゲン大学植物園長となった。筒子科の植物の俗名、ホーンマニアに懸命されたがこれは現在はシノニムになっている。アトリカの鳥類の種カルデュエリスホーンマニア、菌類の種ストルファリアホーンマニアにも名前が付けられている。1813年にデンマーク王立科学アカデミー、 1815年に、スウェーデン王立科学アカデミーの会員に選ばれた。1818 18年に、ドイツの科学アカデミーレオポルギーナの会員に選ばれた。ホーネムは、植物の学名で命名者を示す場合に、イエンス・ビルケン・ホルネマンを示すのに使われる。ありがとうございます。